三戸宝塚映画劇場は、かつて、茨城県三戸市にあった映画館。1953年に、三戸銀座映画劇場として開業し、1960年頃に、上記の官名となる。その後は、三戸京王東宝、三戸三里王東宝と変遷したが、1992年1月26日を、もって閉館した。1953年1月、 茨城県水戸市南町242に水戸銀座映画劇場として設立、開業される。開業当時の支配人は柴田厚で、柴田は同時期に同志中町に開業した水戸オデオン座とその前年に開業した水戸小畜映画劇場も経営していた。開業した1953年の時点では水戸市内の映画館は、 この3巻を含めて8巻が存在しており、2年後の1955年の時点でも変わらなかった。全国の映画館数がピークに達した1960年頃、銀座映画劇場は水戸宝塚映画劇場に改称。慶応グループの慶応映画に経営権が譲渡される。1966年頃の支配人は、添島隆治で、主に大映や洋画作品を上映していたが、 大映が経営悪化し始めた1969年頃から、東方系の冬切り館に展示、水戸京王東方劇場と解消。以後、ゴジラ等の怪獣、特撮映画や、山口桃江、三浦智和主演シリーズ、ドラえもん映画作品等のヒット作を輩出した。1988年3月12日、東京都新宿区にあった、新宿系王が閉館すると、京王グループは、 映画館事業からの撤退を発表。ミト KO グランドが閉館に追い込まれた2ヶ月後の1989年1月、KO 映画からサンリオに譲渡され、ミトサンリオ東方と解消したが、3年後の1992年1月26日、ゴジラ VS キングギドラの上映をもって閉館し、39年間の歴史に幕を閉じた。劇場跡地はゲームセンター、 プレイステージウィンが1999年にオープン、したが、2016年1月31日をもって、閉店、解体され、現在は駐車場となっている。ABCD 関東地方の映画館、消えた、映画館の記憶を参照した。1953年の映画館、消えた、映画館の記憶を参照した。1955年の映画館、消えた、 映画館の記憶を参照した。1969年の映画館、消えた映画館の記憶を参照した。ありがとうございます。